建設会社の SDGs の取り組みを紹介します。新たな事業として始めたのがサスティナブルにつながる事例、どうぞご覧ください。刈谷市に事務所を構える株式会社平成建設、1969年創業以来、住宅や公共施設の建設、リフォーム工事などを行っている企業です。2015年に国連が定めた17の持続可能な開発目標 SDGs の実現に向け、平成建設が取り組んでいるのが、住み続けられる街づくりを、作る責任、使う責任です。ドローンリサーチとして建物点検をしております。ドローンを使って建物点検をすることで、大きい建物を効率的に安全に点検することができます。平成建設では社内の無人航空機操縦士資格所有者がドローンによる点検を実施しています。作業員が屋根とか高いところに登ることがなくなることで、安全面でも向上してみんな安心しております。足場をかけて大きな建物を点検しようと思った時には、建物規模にもよりますけども、1週間単位で足場をかける時間が必要になってきます。ただドローンを使って点検する場合ですと、最大でも1日程度の時間で終了することが可能です。これらの実績から愛知県との連携事業として、愛知県都市交通局港湾課が所管する海洋ヨットハーバーを点検することに。高さ25メートルに及ぶヨットの帆を模した屋根を点検する際、足場を組むことは安全面や時間から見ても大変な作業となります。しかしドローンを使えば、安全に短時間に細かく隅々まで建築物の点検を行うことができます。ではドローンを使った建築物の点検、見せていただきましょう。気になるところで言って、どういったところを今ドローンで撮ることが多いですか？瓦屋根だと瓦がずれていたりとか、漆喰が剥がれていたりとかっていうことがよくあるので、そういったところを中心に見てます。確かに屋根のそういったところ、普段人の目では見えないですもんね。なかなか見れないですね。そして赤外線カメラも併用しながら点検が可能。今ドローンでこの赤外線の状態を見られますけど、ドローンが入ってくる前は赤外線の状態見れてたんですか？我々としては見れてなかったですね。ハンディタイプでやるところもあるんですけれども、ハンディタイプの赤外線だとどうしても低いところだけになってしまうので、建物に関してはそれほど有効に活用できているという状況ではなかったですね。もちろん点検しておしまいというわけではありません。創業55年の歴史を持つ建設会社が一貫して修繕も行います。ドローンでただ見て映像画像を提供するだけではなくて、建築の知識を踏まえて解析といいますか、分析をして、ここが悪いだとか、そういった提案、なおかつ回収方法だとかのご提案も合わせて行えることが強みだと思っておりますし、その後の回収の作業の方も一貫して行うことも可能になっておりますので、お客様にも喜んでいただいております。新たな技術を取り入れ、持続可能な事業を推進している平成建設、今後の展開は？ドローンを個人で利用していらっしゃる方はたくさんいるんですけれども、現状その力を社会は利用しきれていません。建設だけではなく、農業分野、物流分野、それぞれの方が社会にうまく利用されるようなプラットフォームを作って、世の中がより良くなるような仕組みを確立していきたいです。従業員の安全性や作業の効率化のために始まったドローンリサーチですが、お客さんにとっても家を気軽に見てもらえたり、さまざまなメリットがありました。これからも住み続けていきたい街や建物だからこそ、大切に守っていきたいですね。